8月2日月曜日の全国の天気をお伝えします。まずは降水の予想から確認していきましょう。さあ、天気はですね、東日本方面下り坂へと向かっていきそうです。低気圧の北上に伴って次第に雨の範囲が拡大します。千葉県は朝から雨が降りやすく、関東地方は昼前から、そして東海地方は夕方以降雨の降るところが多くなりますので、外出の際に雨が降っていなくても雨具があると安心です。その他北海道や九州、そして南西諸島でもすっきりしない天気、ところどころで雨となりそうです。詳しくアイコンも見ていきましょう。ご覧いただきますと、東京は後雨のアイコンとなっています。こちらは昼前から雨が降りやすく、東日本の太平洋側広く傘の出番となります。日差しの届く名古屋など東海エリアも夕方以降は雨の可能性がありますので、雨具があると安心です。北海道は雲が多くすっきりしない天気、ところどころで雨の可能性があります。九州や那覇も大きな雨のアイコンついていますが、こちらも雨の可能性がありますので、外出の際は雨具をお持ちください。その他の地域は広く日差しが届きますが、午後は山沿いを中心に急な雨や雷雨の可能性があります。空模様の変化にお気をつけください。以上、全国の天気をお伝えしました。